ヒップホップ、ヒップホップ、ヒップホップは1970年代のアメリカ合衆国ニューヨークのブロンクスクでアフロアメリカンやカリビアンアメリカン、ヒスパニック系の住民のコミュニティで行われていたブックパーティから生まれた文化。80年代にはヒップホップには三大要素があると言われていた。ラップ、ブレイクダンス、グラフィティがその構成要素である。現在では d j プレイを加えた4大要素と言われている。ヒップは、かっこいい、ホップは跳躍するという意味で、アフリカバンバータは、音楽やダンスのみならず、ファッションやアートを含めた黒人の創造性文化を、黒人の弾ける文化という意味を込めて、ヒップホップと呼称した。これは1974年11月のことだったと、される。このことから、11月を、ヒップ、 ホップヒストリーマンスとして祝う習慣がある。単にヒップホップといった場合、文化から派生したサンプリングや打ち込みを中心としたバックトラックに MC によるラップを乗せた音楽形態を特に指すことが一般化しているが、これらは本来はヒップホップミュージックあるいはラップミュージックと呼ぶのが正しい。ヒップホップにおいてラップ、DJ プレイ、ブレイクダンス、 グラフィティは四大要素と呼ばれるとの説がある。ラップの部分が MC に変わる場合もある。これらはアメリカのストリートギャング文化とも関係があると言われ、構想を無欠に終わらせるために銃や暴力の代わりとしてブレイクダンスやラップの優劣が争われたり、ギャングたちの縄張りの主張や情報交換の目的に一部のグラフィティが用いられていたと言われている。ラップ。 DJ プレイ、ブレイクダンスはフリースタイルバトルと呼ばれる対決方式が存在いる。現在は発祥地アメリカだけにとどまらずダンスのジャンルとしてブレイクダンスを踊ったりグラフィティをアートとして捉える動きもあるほかストリートカジュアルの様式としてファッション業界に影響を及ぼすなど多方面において世界各国に広まっている。これにアフリカバンバータが加えた 知識までを五大要素、さらに、KRS-1 が提唱した、ビートボックスと、ストリート文化、言語、服装、企業精神を含むと、九大要素と呼ばれる。その創始には、諸説があるが、一般的に1970年代初期に生まれ、クールハーク、ブレイクビーツの発明者、グランドマスターフラッシュ、スクラッチ技術を普及、アフリカバンバータ、 ヒップホップという言葉の生みの親の三大 DJ たちの活躍によって、それまでのコミュニティパーティーを超えた音楽として広がり始めた。曲調やダンス、ファッションなどのスタイルを、それぞれオールドスクール、オールドスクール、1970年代から1980年代、ニュースクール、ニュースクール、1990年代以降と呼ぶ。 1980年代後期から1990年代前期は音楽面で革新的な技法、作品が多く生み出されたことから特にゴールデンエイジヒップホップとも呼ばれる場合もある。当時流星を極めていたニュージャックスウィングの影響を受けた楽曲もこれに含まれる。日本ではこの時期をミドルスクール、ミドルスクールと表現することがある。ミドルスクールのラッパーには LL Cool J, ラン n d MC, ユティフォー、フーディニラがいた。オールドスクールのヒップホップミュージックは DJ と MC の融合が完全にされていない時代であったため歌詞よりリズムを主体とする。ファッションはランデ d MC に象徴されるイエローゴールドアクセサリーにジャージとスニーカーなどである。ニュースクールは90年代初頭までを指す場合が多い。 ニュースクールのラッパーには、デラソール、ア、トライブコールドクエスト、リーダーズオブザニュースクールらがあった。ファッションは、シルバー、銀製品に限らず、ホワイトゴールドやプラチナなど、シルバーカラーのアクセサリー、特に近年は成功者の象徴として、ダイヤモンドをあしらった装飾具が好まる傾向にある。サイズの大きな衣服や、バギースタイルのパンツ、大きいサイズのダブついたズボンを選び、 腰巻きで着こなすアーティストが多い。大きい服を着るようになったのは、刑務所の囚人服は、走ることや格闘が困難になるように、必要以上に大きめのサイズが用意されている。そのため腰がずり落ちて、バギーパンツになった。出所後も、無所帰りを誇示するために着用された、とする説がある。しかし、貧困のために頻繁に服を買ってやれない親が、 成長してからも着られる大きいサイズの服を買い与えたところからとする説が有力である。別なカテゴライズとしてアーティストの出身地などからヒップホップ発祥の地であるニューヨークなどのアメリカ東海岸におけるイーストコーストサウンド、ロサンゼルスなどのアメリカ西海岸におけるウエストコーストサウンド、ウエストサイドといった地域による分け方がある。初期のイーストコーストサウンドは ジャズトラックを使用した楽曲が多く、対して初期のウエストコーストサウンドは G ファンクと呼ばれる P ファンクなどをサンプリングし、シンセサイザーなどの電子音を取り入れたトラックにギャングスタラップと呼ばれるギャング出身者がそのライフスタイルを歌詞にしたラップを載せるとが多かった。近年はサウス、南部やミッドウエスト、中西部と呼ばれるローカルサウンドも登場している。 サウスのトラックはバウンスビートが特徴である。ヒップホップのポピュラー化により、東海岸でギャングスターラップをする者が現れたりするなど、地域による分類が MC の出身地ナマリー以外では、それほど意味をなさなくなっている。地域性よりも、ファレル・ウィリアムス、カニエ・ウェストといったプロデューサーたちの音楽性が楽曲の特徴になっているのが現状である。しかしその一方、 これらの地方性の名称に固執する日本のリスナーも多くいる。彼らがウエストといった場合、90年代の西海岸アーティストの作品、サウスといった場合は2005年以降に排出された南部出身アーティストの作品を指すこと多い。例えばアウトキャストは南部出身だが、いわゆるサウスと呼ばれる楽曲には含まれないとい、近年は矛盾があるカテゴライズである。 R&B やレゲエとの境界は、それらジャンルのアーティストとのフィーチャリングなどにより、徐々に薄れつつある。中華人民共和国では、ヒップホップ文化が、薬物使用や体制批判に結びつきやすいことに警戒。2018年1月、監督官庁の国家新聞出版ラジオ、映画テレビ総局は、テレビ、ラジオ番組で、ヒップホップなどを取り上げない方針を打ち出している。 1990年代頃から東海岸を代表するディディ・パフ・ダディ、ノトーリアス・ビー・アイ・ジーをするバッドボーイ・エンターテインメント、バッドボーイ・エンターテインメントと西海岸を代表するドクター・ドレイ、スヌープ・ドック、ニパック、出身はイースト・コーストではあるが最盛期の活動場所はウエストラが所属するです。ローレベルとの対立が象徴的でるように両海岸のアーティストたちは お互いを牽制、威嚇、中傷し合った。それらの内容は、ラップの歌詞にも現れ、ギャングやマフィアを巻き込んだ、暴行、襲撃、発砲事件などに発展した。ヒップホップ史上最悪である、この東西構想は、ニパック、ノトリアス BIG という領海岸を代表する、有能な MC を、共に銃撃事件で失うことになる。事態を重く見たドクター奴隷が、 沈静化に努力した。現在は、個人間のビーフ、中小合戦を除いて、沈静化している。50音順。インは、日本劇場未公開作品。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。